犬この街ごまみさせ。亜美さん、かわいい顔してる。え？かわいい。じいちゃんさ、戦争行ってたとか言うけど、別に最前線で戦ってないじゃん。私も戦争したよ、受験戦争。お前のはお絵描きのおままごとだろ。私絶対作家になるの。なんだよ。最初は映画はもともと小学生の頃から両親もよく見てて好きだったんですけれど、映像のその仕事だったりアニメーションの仕事がしたいなと高校生大学生ぐらいの頃から思っていて、で多摩美術大学でずっと4年間アニメーションを学んでいたんですね。実写っていうのは全く作ったことがなくて、アニメの監督になれたらいいなと思って、当時そのアートアニメーションを結構力を入れていた多摩美術大学 のグラフィックデザイン科のアニメーションコースに入って、でずっと自分で 2D のアニメを描いていまして、でそこから就職活動で、幅広く映像の監督になりたいなと思って受けていたところ、もともといた青いプロに CM 制作会社ですね、 CM の監督になる部署に合格して、でそこから実写というか CM のお仕事をさせていただいております。でもともとその映像がやりたかったので CM の仕事はもちろん楽しかったし、すごいワクワクしながら入社して作っていたんですけれど、ちょうど8年ぐらい経ってから一緒に住んでいたおじいちゃんが亡くなってしまって、で大学生の頃だったり大学受験するその美術予備校に通っていた時にずっと一緒に住んでいたおじいちゃんだったので2人だけで、結構それがショックというか少し自分の気持ちが塞ぎ込んでしまって、で目の前でこう老人ホームでおじいちゃんが亡くなったのを見て、なんかいつか死んでしまうんだったらちょっと自分もやりたいことをやらなきゃダメなんじゃないかなと思い、でもうそのままおじいちゃんとの話を映画にしてしまおうと思って、自主映画でもいいからちょっとお金を集めて会社にもちょっと青いプロに協力してくださいお願いしますみたいな感じでお願いして、で最初に春を撮りました。もともと長編で考えてたんですけれど、脚本はお金がなかなか厳しかったりで30分の短編映画になりまして、で、せっかく映画を作ったんだからまずその自分でその劇場を探すとかはできないし、映画祭だったりとか日本のそういうところにたくさん応募してみようと思って応募していたら、結構賞をいただいたりして、そこからいろいろ声をかけてくださる映画をやってみないかと方もいたりとか、あとは劇場公開もこうやって決まって、3年前のこの初めて撮った映画がそうですね、皆さんの元にというかスクリーンで流れることに決まったという感じですね。経緯はそんな感じでございます。大学では実写は全く勉強せずに、映画が好きだったので実写を撮りたい気持ちはあったんですけれど、すごい人見知りというか頑固でこう偏屈だったりして、人と一緒に作って、友達とかと意見が分かれたりするともう本当に嫌で自分が主体で脚本も書きたいし監督したいし、そう考えるとアニメーションぐらいしか自分一人で作れるものがやっぱりなんかお金がないからなかったんですね。なので大学とかでよく映像家もみんなでこうワイワイ何十人でやって作るっていうのがもう憎らしくて憎らしくてそういうのができる性格じゃ全然なかったので、やりたい気持ちでこういうのがなんかやりたいなと思ったら、自分で書いてしまえばそのまま自分でそのまま作れるっていうのでアニメやってたんですけれど、でも映像はもうテレビも含めて普通のバラエティーとかも好きですし何でも好きなので、
ずっともう寝落ちするまであの夜中も動画見てたりとか、あのなので普通に好きなテレビ番組やってる制作会社とかテレビもちょっと受けてましたし、あとは CM 制作会社とアニメーション会社ですね。スタッフたちがやっぱりすごい、もうカメラマンとか例えば照明技師とかあの、まあ、音楽もそうなんですけど、学生の頃と違ってもうその道のプロの方たちがいて、でやっぱり1年目から演出というか監督はし始めたんですけれど、もうその方たちとにこうなんだろう、どういう風にやりましょうかって聞きながらっていう感じだったので、本当に自主映画とかその大学時代に自主で作ってるのとは全く CM ってやり方は違うんですね。ちゃんとクライアントがいて、あの企画を考える広告会社もいてっていうのがあったので、勉強したというよりかはあの何て言うんですかね、広告をすごく学んだという感じはしますね、1年生の頃に。そうです、 CM はもともとすごく好きで、やっぱりあのでドラマとか映画と違って CM ってすごく時代の中で生きてるというか、今例えば50年前の CM 見ると、あこの当時人はこんなこと思ってたんだとか、こういうあのおしゃれをしてたんだとか、こういう文体というか話し言葉が流行ってたんだとか、そのなんか時代時代が色濃く出るものなので、なんていうんですかね、ちゃんと社会の中で生きている映像というか、あの人と関わりが一番近い生活の中に、まあ、この商品を買ってくださいだとかそういう話をしたりもするので、なのであのそのアウトプットの仕方とかもちろんその広告会社が考えるものなんですけれど、それを映像でこう短い時間の中で何回も何回も繰り返し人に見せるものなので、やっぱり面白くないといけないしっていう考え方は違うんですけれど、あのすごい時代とともに生きてる感じがして、とても楽しい仕事だったんです。そうですね、最初それは、はい、あの結構脚本というかあの小説だったりとかは本は全く読まないんですけどあの作るのは好きなので、一番最初にそのじいちゃんとの話をなんとなく書き起こしてみようと思って書き起こしたら、まあ、長編サイズというか、はい、あのどっぷり90分ぐらいあったので、それをそのまま撮れたらいいなと思っていたんですけれど、でもやっぱり90分やる体力っていうのはお金が伴ってきたりするので、だったらあの、まあ、作りたいことでも30分の中でちゃんとできるかなと、まあ、自分が CM を普段作ってるからなんとなく30分が予想ついたつくっていうのもあったのだと思います。あの結構脚本はもうあのないくらでも書けるというか、 なんかあの何回も何回も直す作業も好きですし、それを人に見てもらって意見聞くのも好きですし、時間はすごいかけるんですけど、映画の中であの自分は脚本をいつも見てしまうというか、あのそれ見てなんだよと思うこともあるし、あもう素晴らしいなと思うこともあるし、あのそれは映画だから違うとかそういうことよりあんまり嘘がないようにとか、あの自分を大きく見せてないかとか、そういう部分ですごく気にしながら作りましたね。もともとはあのタイトルは家っていうタイトルだったんですね。で撮影中も家で進んでいて、でその時研修の時にあの大体まあ荒つなぎをした時に家じゃないなと思って変えようと思ったんですね。でもともと春夏秋冬っていうその1年間で見せるっていうのは決まってタイトルも入れようとは思っていたんですけれど、あの春っていうのは、まあ、家だとこう家の中にこうこもってしまうというか、あのそこから抜け出さなきゃいけないとか、ちょっとタイトルがお話と近すぎるかなっていうなんか苦しさもあったんですね。その見た人がちょっと重く捉えてしまうんじゃないかっていうところもあって、で春だと、まあ、その人間がどう生きててもどんな人柄でも関係なかったりとか、自然の現象だったりするので、その春夏秋冬だったりは心の部分でもその思春期だったりとか青春とか、あのいろいろ気持ちがこう目覚めていくとか育っていくっていう意味でも春って使うので、まあ、両方の意味にも捉えられるから春にしようと思いました。前向きなイメージではあるんですけど、私は春が大嫌いで、まあ、っていうのも入学式があったりとか、あの自分の環境を自分がこうしたいと思ってるわけでもないのに、勝手に知らない誰かにこうどん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 ステップアップさせられるじゃないですか、年齢とかでは区切られて、それがすごくずっと小さい頃から気持ち悪いし、あの卒業式とかも嫌いで、
一回も行ったことがないです、小学生以来で、勝手に人に終わらされたり始めさせられたりするのがすごく嫌で、で春っていう季節もすごいなんかくすぐったかったりとか、知らない人とそのクラスが変わって喋らなきゃいけなかったりとか、職場で移動して新しい人間関係を築いたりとか、そういうのもすごく苦手で、なのでまあだけどそういうこともしなきゃいけないんだよっていう気持ちはどこかにあるから春にしたんだろうなと思います。もともとその群馬県桐生市に脚本を送って、はいはい、桐生映画祭をがスポンサーになっていただいて、で映画を作ったんですけど、でその群馬県桐生市 のフィルムコミッションの方からすごく素敵な お宅の方があるのでそこで撮影してみませんかっていうお話をいただいて、で実際行ってみたらまだ住まれてる お家 で江戸時代からずっと続くその日本家屋だったのでもう素晴らしくて、でぜひここで撮りたいなっていうので進めていきました。もともとやっぱり住んでる人がいる家はあんまり触らないというか、はい、あるものを、まあ、そのまま必要な子供をちょっと足すぐらいにしていて、っていうのもやっぱり住んでる人の家をにこちょこちょそのまあずっと長く住んでいる場所ほど念があるというか、その人が暮らした癖だったりとか思いがこう家の方には詰まっているので、それをこう自分がこういう脚本でこういう映画にしたいからゴニョゴニョ変えたりっていうのは無礼だなともちょっと思うし、うん、なんかだったら説得組めばいいじゃんっていう気持ち悪さもあるので、なのでほとんど何も使ってないです。今の若い方とかはああいう家ってあんまり少ないと思うんですけど、私世代の30代の人とかはおじいちゃんおばあちゃんもああいう家に住んでたっていうのは全然多いだろうし、うちのおばあちゃんちもああいう感じだったので、すごく懐かしいっていうよりかは、まあ当時今80歳90歳ぐらいの人が住んでる家っていう感じであると思いますけど、オーディションっていう形を取ってなくて、もともと 2,3 人ぐらいしか会ってないんですね。で、まあ、自分がこの CM で働いてて素敵だなと思った女優さんだったり、あとはちょっと相談してた映画のプロデューサーさんがよくやっている事務所さんにいい人はいないかってお伺いしたところ、まあ、デビューしたばかりの古川さんが素晴らしいですよって言って舞台をずっとやられてたんですね。で映像に出るのは多分本当にまだ1回目2回目ぐらいの時だったので、お会いしてみたら本読みというかセリフをちょっと言ってもらった時に、あもう絶対この人に古川さんにしようと思って今に至った感じですね。どう表現するかっていうことは全くお二人では話し合ってないんですけれど、古川さん自体がやっぱりすごく考えてるし感受性が豊かな方だと思うので、私もこういう演技にしてくださいとかではなく、実際おじいちゃんとこういう話こういうやり取りをしたんだよとか、じいちゃんが兵士したんだよとか、こういう寝る前とかにそういうこぼれ話とか、古川さんが実際知らないなんかこういう人間たちがいたんだよっていう、ちょっとまあ少しなんかこれをじゃあそのまま何か表現するっていうことではないと思うんですけれど、ちょっと想像が膨らむような話をちょこちょこしたぐらいですね。本当に細かいそのセリフの言い方とかそういうのは全くもう役者さんが演じるままでいいかなと思ってるんですけれど、こっちの撮影的な意味だったりとか、まあ、どの舞台でやるかっていうのは割と気を使って、例えば関係性がその、まあ、最初仲が悪くてでちょっと体が悪くなってどん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 お互いに向き合っていくところとかは距離をどんどんちょっと詰めていくようにしたりする、2人がこう対面でツーショットで映るところも本当に1箇所ぐらいにしようと思ったんですね。で2人がちゃんと向き合って話し合う体を触れるシーンがあるんですけど、そこまでは絶対ワンショットずつで撮りましょうとかそういう話をしましたね。撮影自体は全部カメラマンの安藤さんにお任せしていて、で今言ったみたいなここだけ2人がツーショットになりたい、こうヤスリで削っていた部分、なんかそういうのをちょこちょこお話ししてたぐらいで、で
私こういう表現にしようって話をするのがすごく嫌なんですね。で私のそのなんかずっと一緒にやってきたスタッフの方たちも映画が好きだったりして、それぞれにちゃんとこういうふうにあのこういう映画がいいんじゃないかな、どうかなっていうことはそれぞれに思ってくれてる部分だったので、決め込んでやっても全く意味がないというか、実際にその場の空気、その時間に行ってその気温だったりもそうですし、あとなんとなくあの周りの役者たちの雰囲気もそうですし、そういうのが全部合わさってから決めればいいんじゃないかなっていうのがあったので、だから絶対そのCM とかではやっぱりちゃんとアングルチェックして、あのもうこう撮ります、こう撮ります、こう持ちますっていうことは決めるんですけど、この映画は全員その CM を一緒にやってくれたスタッフたちと一緒に作ったんですけど、まあ、全く撮影まで何も決めずにやりました、ね、で私一番あの映画で見てて大事だなと思って、役者さんとあとは舞台というかそのロケ地だったりとか、そのどの場所で撮るかっていうことだと思ってて、その2つだけをもうとにかく大事にすれば、あとはもう割とこういう風にしたいという気持ちはあるんですけど、最優先事項はその2つだなと思っていて、なのでここで役者さんをこういう風にするでっていうことを決めてたら、別に何でしょう、成り行き任せが面白いとも全く思ってないですし、あの緊張しながらちゃんと撮らないと意味がないと思うので、うん、っていう感じです。そうですね、花王さんももともと舞台出身 で古川さんも、まあ、デビューしたてだったんですけれど舞台でずっとやられてる方だったので、その舞台出身の、まあ、お二人があの映像になるっていうので、まあ映画なんですけど、あのいろんな登場人物がいるわけではなく、二人のこう距離感だったりとか、その声の、まあ、発し方だったりとかが割とすごいどんどん密というか、2人なんだけどどんどん狭くも広くも感じるのかなっていう感じで、すごい顔さんには助けていただきました。そうですね、なんかあのだいたいいつも CM を作ってオンエアしたりするのがやっぱり一番嬉しかったりするんですけど、映画祭も受賞することよりも、例えば見てもらって誰かがツイッターに面白かったって書いてくれたり、あのフィルファックスとかのそういうのにクソつまんなかったって書かれたり、そういうのを見るのがすごく楽しくて、なので、あの受賞自体は別にあんまりそんな、まあ嬉しいしとてもありがたいとは思うんですけど、一人でも多くの人に見てもらった方がちゃんと意味があるかな、しかも見てもらって、まあ、何も思わないよねって言われるとちょっと一番辛くて、これ嫌いだなとか面白かったとかつまらないとかもう何でもいいから、そういう意見をすごく聞きたいななんて思ってます、まあ、今いい時代なんでインターネットとかでいろいろ感想とか見れるから、ぜひちょっと見ていただいた方にあの感想を書いていただけたら、私それを見るのがもう何よりも楽しみなので嬉しいな。逆に古川さんがこれだけ有名になったから劇場で公開できるんだろうなって思います多分これの映画自体があの古川さんがそのカチッと作っていた演じても作ってもらった、完成されたっていうのがあるので、そのこんなにあの猛スピードでスターになっていくのを見ていくのは私とても嬉しかったですし、やっぱりさすがだなと思いながら感謝しかないですね。とけんちゃんけんちゃんの夏はもともとその佐世保映像社さん、佐世保映像社さん、佐世保映像社さんっていう、あの長崎県佐世保市にあるその佐世保市と渋谷市をあの PR する誘致だったり観光だったりとか、そういうのを活動目的として活動しているあの渋谷短編映画祭の四季さんという方から、まあ、春を見てあの次短編映画を佐世保市と渋谷を舞台にして、もう主演も決まってたんですけど、2人が撮っていただけませんかって、で脚本はまあ何でもいいですよっていうのがあったんですけど、やっぱりちゃんとその佐世保市の PR になる映画をっていう話でした。あの何でもいいとは言いつつも、やっぱり PR 映画なので、そのおじいちゃんとかおばあちゃんとか幼稚園とかの方を見れるように、エロとかそういうグロいこととか過激すぎることは NG でしたし、あの主演の2人が決まってたことの方は結構その2人から手書きっていう感じで作っていったので、割と CM を作る気持ちに近い感覚で脚本を書きましたね。長崎
と佐世保と私なんかその違いをちゃんと知らなかったんですけれど、佐世保市の人からすると長崎と一緒にしないで全く別の佐世保は独立した場所なんでっていう気持ちがすごいあって、で今おっしゃられたように造船場があったりとか、水兵さんたちがよく降りる場所だったりするんですよね、アメリカ軍の。なんでもともと主演のその武さんがハーフだったりもするので、ハーフの人も品川で見た時にいっぱいいたから、あじゃあもうそういう恋物語しちゃいみたいな感じで決めていて、やっぱり佐世保市ってちょっと面白い場所だったりとか、九十九島がたくさんあって長崎にそういう離島はあるんですけれど、でその教科書とかでよく見るのってそのカトリックと仏教がなんか衝突してたりっていうのがたくさんあったんですけど、その佐世保市の黒島は別にカトリックの方がこう逃げてその島に行った時から、まあ、ずっと仏教の人たちと仲良く暮らしてたっていうお話を聞いて、あすごく珍しいというか素敵だなと思ってその島で、そこからちょっとお話を起こした感じですね。で島の雰囲気も観光地ではにそこまで力を入れてるってわけじゃなく、まあ、割とみんなのびのびと暮らしていて、おじいちゃんおばあちゃんがやっぱり多くて少し過疎化は止められないところはあるんですけれど、なんて言うんですかね、さあここに来て楽しんでくださいっていうようなそういうエンターテインメントだったりとか、なんか美術に力を入れてるとかそういう部分が全くなく、もう本当にのほほんとしてで面積は結構広くて森とか海とかたくさんあるんですけれど、なんかそのあんまりこうガツガツしてない感じというか緩やかに暮らしてる感じがすごく素敵だなと思って、そうですね、ここだったら駆け落ちする場所にちょうどいいなと思ったりしましたね。まあ、時代でぶつかった時代もあるんでしょうけど、特に今の時代と私宗教でそのぶつかるっていうのは日本人の私からすると、まあ、ちょっとなんだろう遠い世界の話な感じがするんですね。で、まあ、無宗教の方も多いし、自分自身がそうだからかその宗教にこう自分のこのなんだろう信念をかけて生きるっていう生き方がすごく、まあ、ちょっと失礼かもしれないですけどファンタジーにも見えるんですね。すごいなと思って、そういう風に生きるっていうことは強くもあるし素晴らしいことだと思うんですけれど、ちょっと自分に遠いというかそういう風に思ってる若い人いっぱいいるしいるんじゃないかなと思って、まあそういうりっちゃん自身が、まあ、水平さんと日本人の女性の子供っていう設定ではあったんですけど、なんとなく先生を見るときにそういうファンタジーさに惹かれてしまうとかそういう設定で考えてきましたね。そうです、 GoPro で水の中だけ水中撮影はしていたんですけれど、こっちのりんちゃんけんちゃんもはるとはまた違うカメラマンの高橋大輔さんで、私がよく CM で一緒にご一緒させていただくカメラマンの方、もう実景が大好きな方なので人間よりもやっぱり実景が好きっていうので、あの場所にちょうどいいなっていうので、で、まあ、実際泳げなかったから水水中シーンだけ照明技師の方が撮ってるんですよ野田さんっていうでもそういうちょっと視点が変わったりするのも面白いなと思いましたし、なんてなくそれも決め込んでこっちもじゃあ腰を足をということは一切考えずに、もう行ったタイミングでみんなでさてどうしますかみたいな感じで役者さんが動いてるのを見てゆるゆると決めるみたいな感じでしたね。ちょうど私が品川に行った時は工事前だったので、はい、本当に綺麗な火が灯って美しい教会だったんですけれど、ちょうど撮影したいっていう話をした時に、あ工事に入りますけど大丈夫ですかって聞かれて、逆にその時私、よし、ちょっとよっしゃと思ったんですで撮影が OK だったら OK だったので、工事でも工事中の教会なんてなかなか見れることがないじゃないですか。で実際教会ってまあみんながこう集まる場所だし、修繕とかその修理を重ねていかないともう何百年もやっぱり残せないしっていうので、その修理をしなきゃいけないんですけど、その修理の仕方ってやっぱり普通の家とかと全く違って、神様がいる場所なんでここは動かしちゃいけないとか、ここの下には何かその何か違う塗装がこの
年代に使われてるから、最初立った時と違ってここは触ってはいけないとか、そういう長い月日の中で人々がこう守ってきた年だったりとか、その修理の仕方だったりとかがすごくあって、それを見るのがもうとても面白いというか、あ、なるほどと思って、で実際やられてるその建築作業の方たちも、その修理修繕とかはちゃんと詳しくしてて、触れちゃいけない部分は触れなかったりとか、なのでその境界を取れるっていうのは本当に敬意というかありがたいことだったなと思いますね。あ、最初の品藩に行った時に阿公の巨木っていうで看板に締め殺しの木って書いてあったんですね。ちょっとすごい名前付けられてるなと思って、地元の方に聞いたら、もうズドンともう出てる映画の中に入ってるあの峡谷が、まあ、一番大きいんですけれども、丸々一軒飲み込んだ後らしいんですね。でこうなんかアシカのその植物だったら、確かこう家をこう飲み込みながら強くなっていくっていう、まあ、台風とかを防ぐため の木なので、そのなんか沖縄のより沖縄の方だったりとか九州の島々とかにはもう結構あるらしいんですけど、台風対策として。でもなんかめちゃめちゃかっこいいだと思うんですよ。鳥山先生とか、違う、大友克洋先生のアキラじゃないけど、なんかちょっと注意心をくすぐるような木だったので、ぜひ使いたいなと思って、その巨木を見た時にぜひちょっとそのなんか煮えるようなちょっとディズニーのこの襲ってくる木じゃない、白雪姫の襲ってくる木じゃないですけど、なんか意思を持っているような感じが面白かったので、ちょっとまた違う意味が見えてくるかなと思って、はい、お口にしました。そうですね、竹入谷ちゃんはもう自分とすごく似ていたので、頑固だし気が強いし、自分が納得したことはもうすんなりと素直にできるけど、自分が納得しないところとかはなんかあまり気が通らないというかなのですごくやりやすかったというか、イリアちゃんが何を考えてるかも、まあ、演じてて大体見て分かったし、多分イリアちゃんも本読みの時とかはなんで舞台でもない会議室で本を読まないといけないんだろうってずっと思ってたんだろうなと思いながら見てたんですけど、全然こう撮影までは気が乗らなかったんですけど、撮影になるともうバッチリこう決めてきた感じというか、すごく自然に役の中に入っていたので、ああすごいさすがだなと思いながら見ていて、及川君の方は逆にもう舞台にたくさん出ていたっていうのもあって、決め込んじゃうんですね、すばりもうどういうふうに動くかとか、どういう感じで喋ろうかとか、そんなことマジでどうでもいいなと思ってたのでどう演技するかっていうことで、その場に行かないとやっぱりその気持ちには絶対なれないものだし、なのでもうそんな演技プランなんてもう一切考えなくていいから、もうとにかくこの役みたいに小説をたくさん書いてみてとか言ってくれたお題を出して書いてもらったりとかしましたね。そうです、もともとある曲というか、寺尾佐帆さんのもうちょっと私寺尾佐帆さんのすごいファンで、で寺尾佐帆さんの曲で、まあ、何個かこの映画に主題歌になってほしいと思ってる曲があったんですけど、まあ、あの日がやっぱり一番この物語にぴったりくるなと思って、脚本書いた時点からそのあの日の曲を参考にしてたぐらいだったので、でまあいかがですかと依頼したところ、大丈夫ですということで、やったと思って、もうその曲をもう軸に全てを作っていった感じではありますね。実写もこの映画が撮りたいっていうより、なんかずっと自分の身の回りで気になってる人たち、なんか母親に対してすごいちょっと執着が私あったりするんですけど、そういうおじいちゃんもそうだったんですけど、一から作るっていうよりかは自分自身がこう今まで経験してきて、この人は何でああいうことを当時言ったんだろうとか、そういう引っかかりだったりとか心に残ってることをからちょっと脚本を書いたりするので、いつかまあそういう自分の母親だったりとか自分の友人とかのお話を取れたらいいなと思ってますね。はい、ありが
ありがとうございます。ありがとうございました。